はい、皆さんこんにちは、こんばんは。 NC 比嘉の妄想イノベーション、本日も始めていきたいと思います。よろしくお願いします。早速本日のテーマは古典ラジオになります。私が大好きな番組の一つですね。この古典ラジオというのはですね、主に、ポッドキャストとかですね、あとは YouTube、そういったもので、配信されている番組になります。どういった番組かというと、いわゆる歴史バラエティ番組になります。番組の紹介としては、その番組内で、言われているんですが、歴史を愛し歴史を知りすぎてしまった歴史強者の2人と、圧倒的歴史弱者がお届けする歴史インターネットラジオです。歴史というレンズを通して、人間とは何か、私たち現代人の抱える悩み、世の中の流れを痛快に読み解いていく、笑いあり涙ありの新感覚歴史キュレーションプログラム、それが古典ラジオなんだというふうに、紹介されています。そもそもこの古典ラジオって、どういった番組なのかというところを、具体的に、お話ししていきたいと思うんですが、この古典ラジオをですね、運営するのは株式会社古典、そこの広報活動として2018年11月に始まった、歴史系ポッドキャストになります。この株式会社古典代表の、深井龍之介、メンバーのヤンヤンさんと株式会社ブック代表の樋口清則さんの3名で、日本と歴史、世界の歴史を面白くかつディープに、そしてフラットな視点で、お伝えする、そういった番組になっています。そんな番組のですね、メンバーなんですが、まず深井龍之介さんですね。彼は株式会社古典の代表取締役になっています。島根県出身で、現在は福岡に在住しているそうです。世界史の新しいデータベースを株式会社古典で研究開発しながら、歴史を面白く学ぶ古典ラジオを2018年11月より本格的に開始。好きな時代は中国の春秋戦国時代、趣味は旅行、ゲーム、エレキベース、実は読書は苦手というところ、そんな深井さんですね。いろいろですね、深井さんはポッドキャスト、この古典ラジオ以外にもですね、されてるんですけども、その中でもいろいろおっしゃるんですけど、このベースもですね、すごい、週に1回1時間むちゃくちゃ集中してやっていたりですね、ゲームもすごい好きだということで、古典ラジオだけ聞いてるとものすごく読書家で、一つのですねシーズンの中で50冊とか読んできたりするそうなので、その中でですね、そんなに読むんだったらむっちゃ読書家やんって思うんですけど、実は苦手らしいんですね。それよりも深井さんのものすごく興味のある人、人間に興味があるということで、その人間を知るために歴史というツールを通してですね、人を勉強している、そういったような考えらしいですね。はい、そんな深井龍之介さんです。でもう一人、ヤンヤンさんですね。ヤンヤンさんはですね、株式会社古典のメンバーで、広報担当ですね。中国四川省の出身で、来日20年以上、さらにですね、元いちご農家で、女子大生のふりしてゴーストライターをやったことがあるとかですね、あとは飲み屋で深井と再会して古典に参画、麻婆豆腐が大好き、芋焼酎大好き、歴史好き、自称中国4000年のハゲっていうことですね。すっごい、ヤンヤンさんも自分大好きですね。実はこのツイッターとかでいいねとかですね、私もいいねいただいたりとか、あとはですね、この なんていうんですか、文章、ヤンヤンさんの書くこのツイッターとかですね、そういったところの文章もちょっと秀逸で、ぜひ皆さんですね、ご興味ある方はですね、ツイッターもチェックしていただきたいなと思うので、概要欄に貼っときますので、ぜひ一度見てみてください。もうヤンヤンさん、あと一つですね、この中に書いてないんですけども、古典ラジオの中でおっしゃってたのは、実はですね、これ肌がむちゃくちゃツヤツヤしてるらしくてですね、肌年齢が20代の女性みたいな感じですごい持ち肌らしいです。面白いですヤンヤンさんおすすめです。はい、要チェックっていうところですね。はい、でもう一人のメンバーですね、樋口清則さんですね。
彼は株式会社ブック代表取締役をされています。福岡県の田川市の出身ですね。元吉本芸人でミュージシャンで、2011年に音楽制作会社株式会社オフィス樋口を、設立してですね、広告音楽や、舞台音楽、映画音楽などの制作に携わってきたそうです。現在は廃校利活用施設いいかねパレットの運営を、軸にですね、地方創生事業に取り組まれているような形です。で、実はジャパンメンサの会員ということで、確かジャパンメンサは IQ180 以上の方しか入れなかったと思うんですけど、そうなんです、ものすごい IQ の持ち主なんですよ、樋口さん。やばいっす。樋口さんもですね、自分で歴史弱者って言うんですけども、この、古典ラジオの中でですね、深井さんとヤンヤンさんだけで例えば話していると、いわゆる歴史を知ってる側の2人が、話していくの、もっともっとディープにディープに話が、突き進んでいってしまいますので、いわゆる歴史その部分知らないんですけどっていう人がちょっと聞きにくくなっちゃうという、尖りすぎちゃうっていう感じがあるんですけども、そこに樋口さんがいることで、樋口さんに理解できるように、まずは、リスナー代表としてですね、深井さんとヤンヤンさんが、いろいろ説明していくわけですよね。その中で樋口さんはやっぱまとめるのがうまいんですよ、本当に。あとは聞いた中でうまく咀嚼してすぐこうアウトプットしていくので、あ、なるほど、そういう視点もあるんだなっていうところとかですね、アハ体験をたくさんさせてくれるような方です。樋口さんはポッドキャストとかを、YouTube も含めてなんですかね、この番組11個ぐらいされているらしいんですね。もうちょっと鉄人化してる方なんですけど、こういった活動もされているような樋口さんになります。なのでですね、樋口さんもこのブログもされてますし、樋口清則の世界だったかな、そういったご自身一人語りの番組はありますので、それもちょっとチェックしていただけると、樋口さんが日頃何を考えてる、どういった思想の持ち主なんだろうとかっていうのがちょっと一端が垣間見えると思いますので、チェックしてみてくださいっていうところですね。あとはですね、やっぱり古典はですね、私も実はですね、月額メンバー入らせていただいてるんですが、その中でオフ会がありまして、まだ一度しか私参加してできてないんですけども、その中でやっぱりですね、みんなリスナーさんのですね、深いメンバーといいますか、古典愛がすごいんですね。なのでその中でもやっぱりみんな、どういった番組が好きですとか、私はこういった番組が好きなんですとかですね、ああいった歴史を語らう場とかっていうのも、またこの古典ラジオがつないでくれた、いろんな方たちとの、またそういった場面とかも味わえたりします。そんな中でですね、このリスナーさんが、古典ラジオにですね、いろいろツイッターでコメントをですね、返してくれてるんですけども、ある方はですね、自分で弾いてるんだけど48時間ぐらい寝ずにこのラジオシャープ1から最新まで聞いた、今まで一番の集中力発揮、それぐらい自分には面白かったとかですね、48時間眠らず聞いたっていうところなんで、途中意識飛んでんじゃねえかなとか思うんですけど、でもそれぐらい、もうどっぷりハマっちゃったってことですよね。なんかゲーム的ですよね。なんかゲームとか、なんかどっぷりハマった人寝ないで、麻雀とかですかね、鉄マンとかいう、それぐらいなんか面白いって感じちゃったってことですね。あとはですね、この方のコメント面白いですね。歴史を学ぶだけじゃなく、人生を、世界を、経済を、人間を、自分を深く考えさせられるきっかけとなりましたとかですね。あとは、先日初めて古典ラジオを聞いて感銘を受けて、車を運転中はずっと古典ラジオを聞いてる、むしろ古典ラジオを聞きたくて車に乗っちゃう、テスラはせっかくポッドキャストで聞けるのに古典ラジオを拾えないのが超残念です。 Spotify でプレイリスト組んで無理やり聞いてますみたいな話ですね。先ほど紹介した方のこの文面にコメントの中にですね、ちょっと古典ラジオのもう一つの側面があるなと思ってるんですけども、人生、世界、経済、人間、自分っていうところがものすごく切り口としてですね、面白い部分がありまして、必ず古典ラジオのそのエピソードの紹介する中で、必ず時代背景っていうものをものすごく丁寧に
伝えてくれます。なのである程度知らない方も聞きやすいような構成になっていてですね、丁寧にそこを紹介して、しかもこの人の周りに何があったのか、どういう人とのつながりだったのかっていうのが理解しやすいような構成になってますよね。その辺がものすごく聞きやすいなというふうに思いますね。あとはやっぱりこのその当時の経済であるとかですね、そのこの当時の人たちが何を考えていたんだろうかとか、じゃあそこに現代の我々が例えばその歴史を知ってその時代に行ったとしても本当にそこで何かをすることができるのかとかですね、そういった部分の切り口とかも見せてくれますので、ものすごくなんか歴史を知る上ではとてもいいコンテンツなんじゃないかなというふうに思います。あとはですね、私が一番大好きなシリーズが、最澄と空海なんですね。いわゆる密教、仏教の中のその密教という宗派があるんですけども、その密教を通してですね、考え方というものがですね、ものすごくこの仏教の中に、仏教というものはものすごく宇宙というものを根底にしていて、ありとあらゆるものをアップデートしながら現代まで宗教として紡いでいるんだっていうところでですね、ものすごく今の我々の中でもですね、考えうる響くことがたくさんあるので、もうむちゃくちゃヘビーローテで聞いてます。あれはまあ私の一番おすすめのシリーズかなというふうに思います。だいたいですねシリーズ自体が10話ぐらいあるんですけども、30分ぐらい10話ぐらい話すんでものすごい量なんですね。なので、ものすごくディープにディープに、知ることもできますし、最近の最新話がですね、その織田信長だったんですけども、その織田信長もまた知ってる織田信長ももちろんで、その側面も出てくるんですけども、全然違う側面であるとか、その周りにいる人たちの考えてることであるとか状況とかっていうのも見えてきますし、あとはですね次が教育の歴史だったかな、まあ、そういったことであるとか、たまにですねどういったことが今度知りたいですかってことでツイッターでアンケートも取ったりするので、まあ、そういったところでもどん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 関わりやすい番組になってますので、ぜひですね皆さんで視聴してみてはいかがでしょうかというところです。あと古典ラジオの月1のサブスクに入っていると、なんとですね1回で、普通は毎週毎週その配信曜日を待って聞くのが当たり前だと思うんですけど、一気に聞くことができます。なのではい今週第1話スタートですという時にもう10話まで一気に聞くことができるので、待てない方はおすすめかなと思いますので、まあそういったことも古典さんはされてますので、ご興味のある方はチェックしてみてくださいというふうになります。はい、すいませんちょっとたどたどしい、語り口だったんですけども、今日はですね、古典ラジオについて、私なりにご紹介させていただきました。この番組にご興味ある方は概要欄に貼っておきますので、チェックしてみてください。はい、本日は以上になります。ありがとうございました。ではまた。 LSN プロジェクトはいっちゃん、いなさん、またきち、たくま、マエストロあつし、みなっちゃん、またよし大輔さん、成田ペールワン、ミッチーの協賛でお送りいたしました。どうも皆さん、ヤンバル坂モーリーのモーリーです。ヤンバル坂モーリーは名護十字路徒歩1分以内にあるアメリカンレトロな酒場です。オールディーズの BGM とアメリカンな空間は初めてなのになぜか懐かしさを感じられる店内で、おすすめは10時間じっくり丁寧に低温調理した牛タンと店主秘伝の燻製香る自家製ウイスキーで作るハイボールは絶品です。ぜひフラッと遊びに来てくださいね。電話番号は 070-3803-7889 070-3803-7889 待ってます。 LSM レディオは株式会社エナジックインターナショナル、南西食品株式会社、スパイスカレー研究所沖縄ご飯よしひこ、やんばる酒場モーリー、有限会社ゆい設計、味どころかにまつ、大道火災海上保険株式会社の提供でお送りいたしました。